自分で作る DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はちょっとね、こんな感じでくすみカラーの毛糸を使いましてマフラーを編んでみたいと思います。とってもね、簡単に編んでおりますので、見た目よりも初心者の方にも挑戦していただきやすい編み方になっています。使ったのは 6mm のかぎ針ですね。さあ、毛糸ですけれども、こちらを使っております。クリエイティブメランジェ、メランゲというね、チャンキーと書いてありますけれども、 50g に 90m ある毛糸です。 53% 羊毛が入っておりますので、かなりふわふわとね、肌触りのいい毛糸になっています。さっき紹介したように 6mm のかぎ針を使って編んでいきます。で、このように3玉ね、今用意しておりますけれども、ちょっと色がね、違うのがわかりますかね。同じシリーズでも、ちょっとピンクが入っているものと、あと青が基調、青が多めのものがあるのかな。で、同じピンクはピンクでも、オレンジが入ってない、ちょっと濃いめの青のタイプとね、いろんな色があるので、このように皆さんにお見せしたいなと思って、ちょっと用意してみました。どうですか皆さん、どの色がね、一番お好みでしょうか。結構印象違いますよね。それを、お好きな色をね、選ぶのもいいんじゃないかなと思います。さあ、では、早速編み始めていきたいと思います。はい。いつものようにね、中心から毛糸の先端を探していただくと、最後まで絡まらずに編むことができますので、おすすめしています。さあ、スタートしていきましょう。いつものように針に糸をかけていただいて、で、鎖編みをしていくんですけれども、偶数の数だけ目を作っていきます。大体20とかね、そのぐらいになるんじゃないかなと思います。今20編みましたね。このぐらいの幅になりました。うん。で、この幅が、マフラーの幅になります。もちろんね、ちょっと狭めとか、もうちょっと太めとかは皆さんお好みでやってください。偶数であれば大丈夫です。で、細編みを編んでいくんですけれども、針から数えて2つ目の目に編んでいきます。よいしょ、差し込んで2つ引き目。で、鎖編みを1つして、同じ目にもう1つ。こんな感じです。見えますかね。はい。細編み、鎖編み、細編みっていうのを繰り返します。細編み、鎖編み、で、細編み、もう一回同じ目。で、一つ飛ばして、また次の目。細編み、鎖、で、細編み、同じ目に編んでいます。一つ飛ばす。この一つ飛ばすっていうのね、忘れないようにしてください。じゃないと目がずれてしまいます。一つの目に細編みと鎖編みと細編みを編み込んで、次の目は一つ開けて、もう一回同じことを編み込むと。簡単ですね。さあ、で、細編みですけれども、掛け目をせずにね、針に糸を引っ掛けずにそのまま目に差し込んで、で、針にかかっている二つの糸をそのまま引き抜くというのが細編みです。さあ、一列ずらっと編んだのがこちらです。どうでしょうか。結構ね、細めですね。細編みですのでね。はい。で、次の段に入ります。ひっくり返していただいて、で、次、編むところなんですけれども、細編みと細編みの間ですね。つまり、鎖編みのところをくぐらせて、細編み、鎖編み、細編みと。多分ちょっとね、穴みたいになってるんで分かりやすいと思いますけれども、鎖編みのところをくぐらせて、細編み、鎖編み、細編みと。うん。こんな感じですね。で、初心者の方はね、どうしても、どの目が、どの編み方で編んだものなのかなんてわからないよってなると思うんですけれども、ちょっと引っ張っていただいて、鎖編みのところは、こう、橋渡ししてるみたいな感じに見えます。ちょっと穴みたいにね、見えますので、そこを目印に
編んでいただくといいんじゃないかなと思います。これでまたずらっと一列編んでいきましょう。さあ、で一番最後までに一列ずらっと編んだのがこちらです。でちょっと今違う糸のね、違う色の糸が混ざってきたのわかるでしょうか。綺麗ですね。でまたひっくり返していただいて、次の段同じように編んでいきます。下の段鎖編みをしたところに目を取って、細編み鎖編み細編みを続けていきましょう。さあこんな感じでちょっと V の字みたいにね、模様が入っているのわかるでしょうか。この模様が、今回の編み方のポイントです。はい。で、ちょっと整理しますと、一つの目に細編み鎖編み細編みを編み込む、でその次の目を開ける、で、2段目からは、鎖編みのところに単純に目を取っていけば間違いません。で、段ごとにね、変えるときに高さのために鎖編みを編んだりは今回はしないということですね。さあ、だいぶいろんな色が出てきましたけれども、模様がわかりやすいですね。ちょっとお花模様に見えなくもないという感じですが、とても綺麗なラインが入っていきます。さあ、で、一玉目ね、このぐらいまだ残ってますに、残ってますので、どんどん編んでいきます。さあ、だいたいこんな感じでかなり長くなりましたので、この辺でやめたいと思います。本当にいろんな色が出てきましたね。もう残り糸少ないんですけれども、一玉でかなりいい感じの長さになったので、別にね、二玉使わなくてもいいんじゃないかなと思います。もうちょっと幅を太くされたっていう方はね、もしかすると二玉いるかもしれませんけれども、さあ、で、今回はですね、このマフラーを縫い合わせてスヌード型にするところまでお見せしたいと思います。もちろんマフラーにしておきたいという方はここでストップしてください。で一番最初の、端っこですね、と最後の端っこを合わせていただいて、目と目の順番位置をね、間違わないようにだけしていただいて、このボタンのね、掛け目を合わせるみたいにして、この位置、合う位置同士、合う目同士をね、間違えないでください。で、針差し込んで、後ろから糸引っ張ってきて、引き抜き編みで編んでいくと、編み合わせていくという感じです。さあ、で、これで端まで行きましたら、糸切っていただいて、そのまま引き抜くと完成です。で、もちろん一番最初とね、最後は、このようにピヨって糸が出てますので、ここで一回肩結びをね、しておいてあげるといいでしょう。一、二回ね、しておいてあげると、ほどけてくる心配もないのでいいでしょう。で、まだ残っている糸はもちろん適当に、目を取っていただいて、始末していただけるといいと思います。はい。さあ、では、こんな感じでマフラー編み終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。たくさんいろんなね、色が出てきた毛糸なので、とても、暖かそうでね、柔らかいマフラーに仕上がったと思います。このようなね、小さな小花模様みたいなイメージになる編み方なので、ぜひ他の毛糸でもやってみてください。さあ、このビデオを気に入っていただけたら、ぜひいいねお願いいたします。そしてチャンネル登録していただけると、いつでも新しいビデオが見られるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただきたいです。他にもたくさんね、アイディアを紹介していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録してチェックしてみてください。バイバイ。